夜のグミパーティーに備えて、メイク、あ、違う、さ、何、あ、メイクレシピをさっき投稿したんですけど、あれ通りにメイクをしていこうっていうコーナー。9月3日、グミの日、おめでとうございます。ありがとうございます。この日を待っていました。スキンケアは完了しています。昨日さ、めちゃめちゃ適当にさ、いろいろ片付けちゃったから、チークブラシ、これチーク使えるかもしれない。あー、使えるわ。これを持ってって、これを片付けて、はい。本当にいるものといらないものをさ、ちゃんと分けないと。本当にメイクポーチがやばいことになる。なんかいつもさ、かゆいんだよ、首が。いつも首赤いよね。皆さん、まあ女の子の班というか、女の子あんま見てないと思うから、だから まず一番最初に、クレードポーボーテの下地を使います。本当は5点置きなんですけど、前髪を下ろすのでおでこは塗らなくていいです。これを伸ばす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 、今日はキュウリとコンビニのグミコーナーを見なきゃいけないから、
大事。なんかグミの日っていうさ、あれ出てなかった？コンビニ。今日グミ買ってきた人いるかな。チョコボールはグミ、チョコボールの中にグミが入ってるやつはグミで、続いてコスメデコルテの前ウェアフルイドっていうのを、これは振って使うやつなので振りますね。振って、マジでちょっとでめっちゃ伸びるから、このちょっとだけで。なんかこの間ロフトじゃない、間違えた、プラザ行ったらクッションファンデのスポンジ部分だけ売ってたので、これを使って伸ばしていく。本当はね今日カフェ行きたかったんだよね。でもいつの間にかこんな時間になっててびっくりしちゃったよ。おしゃれな休日を過ごしたかった。今マジで喉じゃない、首がかゆい。どうしたらいいんだこれ。ここもう、したらディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラーを塗ります。クマ、ちょっとこの間できたニキビとかも隠しちゃったり、なんかね嬉しい。この間さ、顎にニキビができました、いやーって話してたじゃん。そのニキビがもう治りそう。この間に口の保湿をしておきます。これはエレガンスのハイドロチャージリップ、これ美容液、あ、唇用美容液です。これで保湿をしておきます。色はつきません。次、コスメデコルテのルースパウダー101番、これは4色入ってる
ピンク、黄色、青、紫、それぞれの色が肌の色味補正を行ってくれる。これでベースメイクは完成です。続いては YourGram のアイブロウペンシルで眉毛の脱色はしているので、こうなんていうの、形を整えるためだけに描きます。今日みんなコンビニ行った？グミって書いてあるさ、貼り紙っていうか、見に行かなきゃ。みんな何かさ、誰かお医者さんいませんかね。首のこのかゆみをどうにか取ってほしいんですけど、毎日戦っております、首のかゆみと。
にちは。今日は絶対に自撮りをするって決めているから。可愛くなりたい。すごいこんにちはラッシュじゃない？ポキちゃんの理想はどんな顔？甘めの可愛いフェイス。あ、橋本環奈さんも好きだけど、西野七瀬さんみたいな顔になりたアイラインまで終わりまして、マスカラを最近あれじゃん、なんか九点の目代わりっていうのをやってなんかそういうさ、いつもより安いですよセールですってやられるとさ、別に全然今
欲してないっていうか必要としてないのにさ、いつもより安いなら買っちゃおうってなっちゃうんだよね。すごいよね。あの戦略っていうか素晴らしいと思う。私が今欲しいのは温泉よ。温泉よの何がいいのか知らないけど、なんかアイシャドウがいいとかパックがいいとかさ、下地がいいパウダーがいいとか聞くけど、もう全然私はその何がどこがいいとか何がいいとか知らないけど、流行ってるから欲しい。スーパーで値引きシール貼られてると普段買わないお寿司とか買っちゃう。そう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 、そういう感じ、そういう気持ち。このさ、ミュードのこのマスカラ細いから使いやすい。新潟でね、売ってないで、キューテンっていう通販サイトを使って、その Q 店の中でなんか割引のセールをやってるから、それをやりたい。それを使ってボンジョン用買いたい。九点はなど、ちょっと待って、QOO の10で九点。ポンってやっちゃった。セーフか、セーフじゃないけど、まあいいよ。あ、もう。ちなみにポキは泣くときは声を押し殺してなんかポロポロ泣くタイプです。ウェーンとか言いません。下地がおすすめだって。オッケー。
今日盛りたいのにまぶたについた。ちょっと黒いの隠そう、黒いの。つけすぎた。あ、鼻かんだ人みたいになっちゃった。キュウリを買わないと。何時今？あ、全然大丈夫だ。はい、あとリップ。部屋中グミだらけになってしまった。え、いいやん。今日はみんなでグミパ、グミパしよう。今日髪型どうする？
これちょっとな、玉ねぎヘアにしようか。あ、今からあのいなくなるっていうか一回外出るので、帰ってきたら玉ねぎに、ツインのあのたくさん丸いのがいっぱいついてるやつにしようか。お出かけっていうかただの買い物なんですけどね、キュウリを買いに行くっていう、キュウリとグミ。キュウリを買いに行くためにおめかししてるわけじゃなくて、夜のグミパのためにおめかししてんの。夜どんな髪の毛にでもできるように今日はシュッシュスプレーはしないでおこう。とりあえず外に出れる髪の毛に。家にもさ大量にグミあるからさ、そこをちゃんと考えて買ってきます。うわー、でも安心して、昨日の私が今日一番最初に食べるグミは何でしょうクイズは、この間のグミ大量写真の中から食べるから、新しく買ってきたやつからは食べない。いつもより。カフェに行きたい。
明日からさ、スタバでさ、焼き芋なんかカラメルなんとかなんとかフラペチーノが出るんだよ。あれが飲みたい。芋が出る、芋が、芋出る。何フラペチーノだっけ。焼き芋香ばしカラメルフラペチーノ。ポキの節制はなんかちゃんと頑張ってるんだけど、頑張ってないけど、キュウリだけ食べるみたいな生活はしてなくて、一日トータルで見た時にありえないカロリーを取ってないければいいかと思って、お昼、朝食べないでお昼サラダチキンにして夜食べるとか、お昼ご飯に外食しちゃったから夜は梅水晶にしようとか、そういう感じでやってます。死んじゃうので、キュウリだけだとね。今日の朝ごはんは食べてなくて、昼ごはんは砂肝とお味噌汁と ちょっとだけつぶ貝を食べましたね。ほら、こうやって聞いたらさ、ポキ意外と頑張ってんじゃんって思うでしょ。思わないですかね。そう、そういう感じなんですよ。今から歩いてお買い物に行くので、運動は完璧です。そこにビールがないの、ビールは私あまり飲めないから。しっかり歩いていきたいと思います。夜のグミパがあるから、みんなとりあえずさらばさらばだた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 らば、新設新設室施設新設新設室視察新設新設室視察。審議ですか。あ、すいませんね、ちょっと私滑舌悪いので。
それでは皆さんお集まりいただきありがとうございました。夜のグミパンも楽しんでいきましょうね。13位カオさんありがとうございます。12位ボーちゃんありがとうございます。11位カジュポンさんありがとうございます。10位ナベトシさんありがとうございます。9位戦士チャーシ天使の分け前さんありがとうございます。8位新潟カズさんありがとうございます。7位音速の貴公子さんありがとうございます。6位マシュマロポキありがとうございます。5位ごぼうさんありがとうございます。4位トシさんありがとうございます。3位ゴンちゃんさんありがとうございます。2位ケンザンさんありがとうございます。1位トマオさんありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。ということでですね、今から私はお買い物に行って、腹ごしらえ、腹ごしらえはまあ腹3分目ぐらいまで腹ごしらえしたら、あとでグミパをしましょう。みんな楽しもうね、グミ。じゃあまたね、バイバイ、ごきげんよう。